はい、こんばんは、ハルケです。今回はグレイツオブザゲームティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回もですね、ハイスの選手、そして SBC 目標できている選手をティアリストにまとめてます。それでは早速紹介をしていきます。こちらがですね、グレイツオブザゲームメイ選手のティアリストになってます。まあ、ヒーローとアイコン選手の強化イベントになりますね。で、またパストゥグローリーと少しねアップグレが違いまして、結構簡単に、まあ、ヒーローもアイコン選手もねアップグレはそれなりできるんじゃないかなというふうに思います。まずは D です。 D はですね、こちらメイ選手アイコンのシュケル、そしてメイ選手ヒーローのビーズリー、この2名を入れました。まずはシュケルですね。ウィンターワールドカードの SBC のねシュケルとほぼダイナミックイメージ同じという風な感じになっていて、能力もね、もちろん高くはなったんですけれども微妙ですね。まあ使ってみれば多分多くの人が微妙やな、普通やなって多分思うと思いますね。ただまあプレイスタルはね豊富に持ってますし、プラスやクイックステップもついてますね。44じゃなければまだ良かったんかなって思ったりしますし、単純に冷静さとかね、高いんで、決定力はね、あ、意外とそれ決めれるんやとかはありますけど、どうしてもこう変わりはいるなという風な選手ですね。で、そして続いてはビーズリーですね。こちらメイ選手ヒーローということで登場をしました。まあ、ラピッドのプラスもついてますし、速さはねある程度あるという風な選手になってます。またスキルも5で、守備能力もねまだちょっとあるし、プレイスタイルでインターセプトとかブロックのプラスついてるんで、もしかするとね人によっては上がらせる LB として、使うと開花する可能性はあると思いますね。ただまあそれこそ S で強い選手ね、 LB そっちでいいと思いますし、わざわざビーズリーじゃなくてもいいと思いますね。なんで普通です。この人もまあ普通ですし、微妙、いけるときはいけるんだけども、理不尽にいけるっていうのがあまりないですね。でドリブルもちろん軽くてスキルも5でいいんですけど、若干まあ重くなったりというか、あ、これ取られるなって思って振り取られたりとか、するんで、耐える力っていうのもあんまりないという風な選手なんで、まあアメリカが頑張ってゴールを取ってサイドのアップグレードを受けなければ厳しいとは思いますね。そして続いては C です。 C はですね、こちら名選手アイコンネドベドですね。ネドベドに関してはまずめちゃくちゃかっこいい、ダイナミックイメージ、写真がむちゃかっこいいですね。イケメンやなっていうネドベド、ほんまそのこのかっこよさだけでね、ネドベド好きな人はもう買っちゃっていいんじゃないかなって思ったりは、しますね。ただチェコがゴール取れるかどうかっていうのが一つポイントになってくるんですけど、ちょっと厳しかったりするのかなっていうふうにも思いつつ、やっぱり最大のアップグレードね受けてほしいなっては思います。で現関係たらこの人もまあやれなくはないぜっていう風な選手ですね。特にやっぱりねスキルが5になったっていうのは一つ大きいのかなって思うんですけど、ただドリブルむちゃくちゃ細かい、しやすいっていうわけではないです。人によってはあれちょっとなんか重いな、使いにくいなって、感じる人も中には全然いると思います。ただパスうまいし、まあシュートもそれなりにっていう風な感じで、まあ万能だけれども最高ではないなっていう風な選手ですね。あとはプレイスタルプラスが結構いいですね。ラピッドとかクロスのプラスが、ついてますんで、まだいいところはあるという風なことで C という風なことにしてます。そして続いては B ですね。 B はですね、メイ選手アイコンシュマイケル、そしてバラック、そしてヒーローですね、フォルラン、この3名を入れました。まずはシュマイケルですね。今作初強化かなになるかと思いますね。ようやくシュマイケルもね強化をされたという風なことになっているんですけども、ただやっぱりキーパーなんで、人によって合う合わないはあると思います。試合によってそれ止めへんのかいっていうのはありますね。ですけどベースのシュマイケルは結構強かったし、過去作でも普通にねシュマイケルは強い方のキーパーになりますんで、どっちかっていうと、なんでこのねグレイツオブザゲームのシュマイケル結構個人的には期待をしてます。普通にね最高のキーパーになれるんじゃないかなというふうに思いますし、合う合わないあるでしょうけれども、自分的には全然使えるかなと思いますね。そして続いてはバラックですね。バラッ
も、まあ、非常に強化をされましたね。 SBC サンダースラックで来た以来だと思うんですけれども、かなり強化をされてます。ただ現環境の中でもやっぱり重たい方の中盤の選手になりますんで、個人的な評価としては使いにくい方の中盤だと思いますね。ただ他はね結構いいです。パスもねうまいし、シュートもね決めきる力持ってるし、シュートもね単純できると、でフィジカルも強いっていう、でペースも91まで上がってるんで、まあちょっと重いけれども万能な中盤という風な選手になってますね。で使いこなせる人はめっちゃね使いこなせるんじゃないかなと思いますし、まあ得点ですね、2列目3列目から上がっていって、その球際で負けず最後決定機押し込むみたいなことができると。でドリブルね重たいんだけれども、そんなにむちゃくちゃマイナスじゃないところはテクニカルのプラスがついたっていう、これはやっぱ大きいなと思いますね。運んでいくときに細かいタッチは無理だけど推進力を手にしたっていう、それはね一つ大きいバラック、うん、アップグレーかなと思いますんで、ドイツっていうこともあってね、最大のアップグレード普通に受けれる可能性はありますし、まあ、オーベルプラス1と、プレイサルプラスが一つ追加、もしくはどれか99人っていう、そういう風なアップグレード受けると変わってくる可能性は全然あるという風なことですね。でそして続いてはフォルランですね。名選手ヒーローということで強化をされました。まあ、こういうのも非常に強化をされてますし、決定力はですね十分だと思います。またスキルもね5位になってるんで、スキルで剥がしてシュートっていうのもうんできる選手になってるんで、ちょっとね A に入れようかどうか迷った選手にはなりますね。ただねドリブルの使用感がね、うん、悪くはないんですけど、特段むっちゃいいっていうわけではないので、ペースで置いていけなければスキルを使う必要があったり、するんで、うん、まあギリ B かなっていう風なことに今回は、しました。ただまあフィジカルがねちょっとあったりとか、まあ一応ねテキタカとかね、プレイスタイルのパス面もついたりするんで、周りを使いながら自分で決めるっていう、であとテキタカのプラスの他ですね、パワーシュートとトリベラはあんまりかなって思うんで、今週とかテクニカルとかがプラスだったらなお良かったかなという風な選手ですね。ただこの人もまあウルグアイなんで、結構最大のアップグレード受けれる可能性はありますし、プレイサルプラスが新しくついてそれがいいものだったら、またこういうのもねちょっと変わってくると思いますね。そして続いては A ですね。 A はですねこちらメイ選手アイコンハジ、そしてヒーローディナターレですね、この2名になってます。ハジはアルティメットバースデーアイコン同様に55の選手として強化をされました。なんで本当にこの人、それこそバースデー使用感良かった人は単純な強化になりますんで、すごくおすすめになりますし、相手にいるとまた厄介な、選手なんじゃないかなっていうのは思いますね。でちょっとシーンもね能力あるんで、 3CO の一角とかでも自分は全然ありだと思いますし、大体ポジションで CM をついてるっていうのは素晴らしいなと思います。で今週のプラスもね、ありますんで、ほんとバースデー同様ね遠目からの今週打っていっていいという風な選手になってます。またパス当たり前に上手いし、テクニカルもラピッドも一応白で持っているという風なことなんで、ルーマニアがあとは動画ですね、うん、ルーマニアがちょっと厳しかったりもするのかなって思ったりするんで、ちょっとそこのねルーマニアには頑張ってほしいなと思いますね。でそして続いてはディナターレですね。今作初強化になりますね。かなり強化をされてます。オーベル96まで、行きまして、あとイタリアなんで4ゴールは取れると思うんですよね。だから最大のアップグレードいってほしいなっていうのは個人的に思ってはいますね。まあ最低でもやっぱプラス1、オーベルプラス1はされてほしいなっていうのは思います。あんまりね一 A ですけど結構強いです。うん、かなり強いですし、今週のプラスもついてるんで、ほんとシュート関係に関しては何も言うことが、ないですね。またこの人もスキル5になってるんで、スピードでいけなかった時にスキルで剥がすっていうこともできるという。で、パスもめちゃうまです。うん、パスもめちゃうまだし、テクニカルのラピッドもクイックステップもついてると。ただまあ、このほんとチップシュートのプラス、これマジでいらないので、これがもともと何かテクニカルとかラピッドだったら良かったなっていうのは思います。で最大のアップグレードで何かプラス1、4つ目のプレイスタイルがもしつくのであれば、いいものがついていければいいなと思いますね。結構最大のアップグレードを、うん、受ければもしかすると現環境の中で S ランクに行く ST になるかもしれないっていう風な選手ですね。
そして続いては S です。 S は名選手アイコンリバウド、そしてダルグリッシュ、ビリッチ、そして名選手ヒーローからカプデビラですね、この4名を入れました。まずはリバウドですね。おそらくグレイツオブザゲームというこのイベントの中で多分一番の大当たり選手、また一番強い選手なんじゃないかなと思いますね。もともと5-5という風なことは非常に素晴らしいですし、能力もものすごく高くなってますね。やっぱりダイナスティーズでは4-4までだったんですけれども、もう一気に共に5っていうのは素晴らしいですね。かつドリブルもですね、非常に軽くなって、まあ持ちやすくなっていて、テクニカルもありますんで、かつフィジカルも普通にあるんで、なので軽くて、強くて速くてっていう風な選手なんで、めちゃくちゃありですね。あとはレイさんも97まで、行きまして、シュートもうまいと、パスもうまいと、で今週がついてるという風なことも素晴らしいですし、これはちょっとねえぐいなと思いますね。うん、これかつブラジルなんで、まあもう最大のアップグレードほぼ確と言っていいでしょうね。4ゴールは余裕で取れると思うんで、その中でオーベアルプラス1、そしてプレイサルプラスが1つ付与、もしくはどれか99っていう感じなんで、まあものすごく強くなる可能性がある、過去最高のリバウドが来たなというふうな印象ですね。そして続いてはダルグリッシュですね。ダルグリッシュもですね、非常に大当たりの選手で値段も高くなってます。強い選手ですね。5-5になってますね。素晴らしい。スキルが5になりまして、5-5と。で、めちゃくちゃね、軽くて、速くてっていう風な選手で、それこそ、ディナーターレの上位互換っていう風なイメージですかね、が一番多分近いと思いますね。視野はね少し低いんだけれども、シュートのうまさっていうのはとんでもないですし、ちょっとフィジカルもあるっていうところもいいポイントですね。また今週もついていて、シールドのプラスが意外とありがたいですね。簡単に負けないという風なところですし、テクニカルもですね、ラピッドもクイックステップもついているという風な選手。パワーシュートがねちょっとあんまりかなっていう風に思ったりはするので、まあこうがもともとね何かいいものだったら良かったなと思います。でこの人一応スコットランド、まあスコットランドどうでしょうか、4ゴール取れるのかどうかわかんないですけれども、まあ2ゴールでね、まずプラス1は最低されてほしいなと思いますね。そして続いてはビディッチですね。ビディッチそれこそまあ A か S かちょっと迷ったところではあるんですけれども、守備力がむっちゃ高いんですよね。本当貫通しなかったですね。現環境の中で S 選手ででかい選手とか速い選手が来てもしっかり対応ができるという、そんなセンターバックになってます。まあ予測のプラスが、4つ目でつけばですね、むちゃくちゃ強くなれるかなっていう、もうそこだけですね。他はあんまり言うことはない。まあただもちろんドリブルとかがね、もう少し改善されてればとかはあるんですけれども、あとパス面か、ただ逆足もね5になってますし、振り分ける能力もそれなりにはね、ありますんで、まあゴラッソからまた一段と強くなって、今後のアップグレーに期待をしたいと思いますね。セルビア頑張ってほしいですね。でそして続いてはカプデビラですね。こちら名選手ヒーローという風なことになってます。カプデビラも今作初強化だと思いますね。まあこのカード本当に一気にトップオブトップの LB 選手になるかと思いますね。一気に食い込んでくると思います。パス、普通に上手い選手になっていて、ドリブルもまあそれなりにモテるという風な選手、軽いわけではないです、全然軽いわけではないけれども、運んでいく力だったりとかはあるという風な感じですね。また冷静さがね、96かな、素晴らしいなと思いますし、守備能力もめちゃくちゃ高くなってます。フィジカルでも負けないです。まあ若干空中戦のところ、やっぱりハーランドとかスロットとかが来た時に負けてしまう可能性はあるんですけれども、それ以上にいいところがあるという風な選手ですね。クイックステップのプラス、あとはクロスのプラス素晴らしいですし、容赦なしのプラスもディフェンダーの選手としてはありがたいのかなと思います。またブロックとかインターセプト予測とかありますし、ロングパスのプレイスタイルもラピッドもあるという風なことなんで、かつ逆足も4だしっていう、でこっからやっぱスペインなんで、こちらもねアップグレーの期待値っていうのは高いですね。最大のアップグレード受けてもおかしくはないと思いますんで、かなりまあ値段もね高いんじゃないかなって思いますし、非常にね強い選手だと思いますね。
こちらがグレイツオブザゲームティアリストになります。少しも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。